皆さんこんにちは。私たちバッテンション自体だー。星野空です。上田理子です。瀬戸さくらです。春野キーナです。キヤマイです。はい、本日はですね、ファイブリーグ風ゲームをしたいと思います。イエーイ。これは問題が出題されて、まあ、答えは必ず5文字になるのよ。その5文字を1人1文字ずつ書いていって正解できるかどうかっていう感じなので、自分が何番目の文字を書くのか、はい、ちゃんとそのクイズの答えも理解して、そうですね、はい、いきましょう。はい、はいはい、では早速1問目からお願いします。はい、なんだっけ、ニンニクよね。わかんない。これは割と、あいもいけたかも。これは、わかんない。ちょっとありそうな文字書いてくる。オッケー、はい、じゃあ答えいきますね。が、うん、これ待ってた。あ、あ、う、うん、く、あ、わかりました。忘れてた。ガーリックだ。ガーリックか。そう、答えはガーリックですね。はい、何と思ったの。ちなみに何と思った。いや、全くね、思い出せなくて。あー、それなんだっけ。ありそうだろって言ったんですよ。そう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 。なるほど。ああ、これはまあでもね、よく言ったよね。よく言った、言った。いいですか。いや、ちからもち。イエーイ。これ間違われたらね。そうね、怪しいもんね。これは絶対、はい、絶対自信ありますね。大丈夫。せーの、めんたいこ。イエーイ。でも、ここはいけるんじゃない？何個かあるよね。うん、そうよね。でも、でも5文字やっけ。これ聞こえるかもしれない。あ、待って、怖いね。オッケーかな。はい、いきますよ。は、よ、し、い。え、なに？ここは多分正解なのよ。はよ。はよはそうね。こんねじゃないと。そう、こんねやと思うんだ。あー、きんしゃいかと思った。私もきんしゃいやった。きんしゃい。あー、そうなんだ。そう、早くやっけ。そう、早くやるかなと思って。早しっていう。でもちょっとありそうっていうね。まあ、ね、あってもおかしくない、おかしくないかもね。混ぜました。混ぜたもん。私も来ました。来ました。私も行ける気がする。まあ、キーナはね、長さに自信ある。そうね。自信あります。ある。はい、じゃあ。これかな。いいですか。ち、や、ん、ほ、うん。おー、よかった。やったー。ちゃんぽんか。ちゃんぽんって混ぜるってこと言うと。そうらしいよ。そうなんだ。サラうどんと迷った。あ、マジ。混ぜるってさ、サラうどんも混ぜるし。よし、いいですか。はい、はい、ち、き、ん、なん、ばん。なんか違くない。あれ違う。あれがいらんかな。これこのいらんけ、これが。あー、漢字がね、分かっとったのにね。でも難しかったね。少し伝えだけ漢字やったね。漢字だね。ち、き、なん、ばんは分かっとったんだよね。どうだどうだどうだ。どういうこと、どういうこと、全く分からん。あ、待って、そういうこと。分かった。漢字かな。待って、漢字が分からん、私。いい？いいよ。みんな書いた？書いた、書いた。ゆ、いん、おん、せん。ごめん、多分字が違う、私。布かな。布か。でもこれ、別府の風な気がするなと思って。そうね。そう、惜しいね。悔しいね、これは。待って、全く全然分からん。何が？分かった。あー、ちょっと待って、どこのこと言ってんの？あの、九州の下？そうそうそう。なんかさ、4つやるじゃん。日本でやった。こう、こう、こう、大丈夫、2人。大丈夫、待って、もういいや。いきますよ。ひ、が、し、し、ほ、へい。ひらがなね。あ、ひらアジア太平洋かと思ったけど、あの、6文字
内容アジアタイヘイ2人分かる。ここまで見て東シナ海おー聞いたら分かる。あ、これはね大丈夫です。行ったこともあるよね。あるんじゃない。うわー、なんと先にやめとこ、ごめんね、みんな行くよ。し、も、の、せ、き、おだね、席だね。冷静に立っていい。多分そうよね。オッケー、うん、これは正解なんじゃない。ねえ、うん、これはいける気がする。有名有名。いくよ。さくらじま、イエーイ。これはもうね、有名な。大きいもんね。大きいね。大きい。結構正解したんじゃない。ねえ、半分も結構。半分ぐらい。意外といけたね。ねえ、うん、全然いけた。うん、ね、今回は九州シリーズだったので割とうまくいったんじゃないですか。ね、うん、そうね。またね、ちょっと順番とかも変えてみたりして、ね、面白いなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。